トーマス・ベルトルトは、ドイツ出身の元サッカー選手。ポジションは、DF、MF。彼は、ブンデスリーガ通算322試合に出場した。そして1982年から1987年まで、アイントラハとフランクフルトに在籍し22得点を、記録した。1987年から1991年まで、 イタリアセリエ A のエラスベローナ FC と AS ローマで活躍した。その後、ドイツへ帰国し、バイエルン・ミュンヘンと VFB ・シュトゥットガルトでプレーを続け、晩年はトルコのアダナスポルへ移籍し2001年1月15日に現役を引退した。西ドイツ代表としては1986年の FIFA フフワールドカップメキシコ大会準優勝、1990年の FIFA ワールドカップイタリア大会優勝1994年の FIFA フフワールドカップアメリカ大会ベスト8進出に貢献するなど1985年から1994年の間に国際 A マッチ62試合出場1得点を記録した現役引退後はマネジメントへの道を進み2003年7月1日から2005年3月14日まで ポルトゥナデュッセルドルフの GM を務めた。以降はアフリカでのサッカースタジアム建設関連事業などに関与している。ありがとうございます。